平素より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、引き続きまさみおばさんの2話、病院であった怖い話ですかね、やっていこうと思うんですけど、この話最初にね、河合さんのバレリーナっていう設定が出てきたタイミングでは、まあ、なんかその主役をね、巡るドロ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 方向に行くのかなって思ってたんだけど、あっさりでしたよね。非常にあっさりだったんで、むしろ吉村先生の方が比重でかいんですかね。まあわかんないけどね、吉村先生と河合さんのね、運命が交錯していくようなね、ルートももしかしたらあるのかもしれないですけどね。まあとりあえず河合さんルートかな。河合さんルート先にやって、その後で吉村先生を攻めていこうと思います。うん、そうは言いましたが、河合さんのルートね、多分まだ見てない選択肢あと1個しかないんだよね。この待ち受けるルートですね。入院してる病院で、まあ怖い噂があって、足だけの例の噂ですね。実際一回見ちゃうんですけど、見ちゃった後に自ら待ち受ける誰にも相談せずに自ら待ち受けるルートで、今度はその霊に乗り移られてしまって、足がね勝手に動いて屋上に行くんですよね。でそのまま足は動き続けて、屋上の端から飛び降りようとするんですけどね。で助けを求めた瞬間、非常に自然な感じで恋人のね、真壁さんが登場すると。でここで急に急に正雄が俺に、愛の力って偉大ですよね、陽子ちゃんには恋人がいるのかしらと、恋人の有無を聞いてくると。ここなんですよね、まだ見てない選択肢。いるわ。そうなの、お年頃ですものね。それならばわかるでしょ。変わんないかな。変わんないパターンももちろんあるよね。愛する者のためにと祈る気持ちの純粋な美しさを。真壁さんは彼女をめがけて持ってきた荷物を投げました。あ、塩じゃない、荷物なんだ。河合さん、これを。乾いた音を立て、荷物が硬い床に転がりました。特殊アイテムか。ゴーストバスター系のアイテム。お、え、何？その拍子に包みが溶けて、綺麗なパンプスが現れたんです。ボルドー色の地に黒いリボンタイのついたおしゃれなパンプスでしたわ。どういうアイテム。そしてその瞬間、ギプスから半透明の足が音もなく抜け出したんです。力が抜けて河合さんは床の上に倒れてしまいました。それでも見たんですわ。あ、この幽霊になんかゆかりのあるパンプス、なんかパンプスが浮かび上がり、足の霊がそこに滑り込んだの。ふくらはぎから下しかないパンプスを履いた一対の足、不思議で幻想的な眺めだったでしょうね。足はふわふわと舞うように踊り出しました。それはまるで生まれて初めてプレゼントされたパンプスに喜んでいる少女のようだったそうです。一回り踊るように歩くと、足は立ち止まりました。そしてそのまま音もなく消えていったんです。成仏した。見つめる河合さんの目の前で、あれが誰の足だったかは分かりませんけれど、若い少女のものに違いないと真壁さんは考えたんですって。真壁さんも調査していたのか。だからこそ河合さんの美しい足にこだわったんですわ。羨ましかったんでしょう。それとも自分だってこれくらい美しい足だったのにと思って悔しかったのかもしれませんわ。一か八かの大勝負だったけど、そう言って後ろで、後で真壁さんは笑ってらっしゃいました。それでもこれが愛の力というものなんでしょうね。河合さんが真壁さんの助けを借りて立ち上がった時、パンプスがキラリと光りました。うわーここで予想外すぎるな。見てみると、パンプスの中に奇妙な形の石が入っていたんです。パンプスは残ってんだね。あの霊だけが消えたと。
もともとゆかりがあるアイテムだったというわけでもなくて、まあ、レイも思わず欲しくなってしまうような素晴らしいパンプスってことですよね。光るような石ではないし、さっきまでは確かにそんなものはなかったのに、レイが固まったってことか。でも河合さんにしてみれば自分へのメッセージに思えたんでしょうね。大切に持って帰ることにしたのですわ。それをなんで、まあ、正雄がまだ持っているかどうか分かんないか。でも持ってるよな。次の日から病院に足の霊が出ることはなくなりました。はあ、これでこの話は終わりですわ。面白かったかしら。面白くない。いや、良かったですよね。河合さんルートでは一番良かったかな。まあちょっと少女のね、霊がね、どういう霊だったのかなっていうのはね、だいぶ推測に任される部分は大きいですけどね。そう、それは良かったですわ。それならこれで話を終わりますわね。ん？石を実は持ってんだけどさ、じゃらーみたいなのはないのか。さあ次の方に話してもらいましょうよ。最後のところ選択肢変えるか、じゃあ。それで？今までみんな持ってたもんね。ゆかり姉さんのあのマザーアンジュのやつも、イサオの石も持ってましたもんね。これどう展開していくか全く読めないね。これでこの話は終わりですわ。面白かったかしら。5点満点中 1.2 点かな。あら、そうですの。仕方ありませんわね。うわー、来た。とっておきの後日談をしてあげましょうか。なるほど、パンプスの中から見つかった不思議な石ですけれど、持ってんですね、やっぱね。実は私ここに持っているんですの。こっちに進まないと多分ダメだろうな。石を集めるルート、ドラゴンボールルートは成立しないんでしょうね。そう言ってまさみおばさんは手を出した。みんなが持ってる石とやっぱちょっと違うな、形がな。なんかロボになるんですかね、合体させると。手のひらの上に変な形の石がコロリと乗っている。もっと大きかったものが無理やりもぎ取られたみたいな形にも見える。その時私はおかしなことに気づいた。まさみおばさん、そうだよね、この石は河合さんが持っていったのよね。どうしておばさんが持っているの。おばさんはふっと微笑んだ。その顔やめていただけます。そうですわ、この石は河合さんが持っていきました。でもそれからしばらくして、なんでよ、彼女は亡くなったんですね。ある朝ベッドの中で冷たくなっていたそうですわ。足の怪我でしょう。で、一命は取り留めてたはずなのに、うちの病院に運ばれてきたんですけれど、あ、退院したとか、うちの病院に運ばれてきたんですけれど、原因は分からなかったんですの。病気も外傷も発見できないんですもの。現代医学も完璧ではありませんわね。まあね、河合さんのお葬式が済んだ後、石は真壁さんが譲り受けたそうです。ところがそれから1ヶ月ほど経って、なんという、それ呪われてんじゃないの。今度は真壁さんが亡くなったんですわ、石のせい。河合さんと同じようにベッドの中で、原因不明なところまで同じだったんですって。彼もやっぱりうちの病院に運ばれてきたんですの。手術室に運ばれる途中、彼の手からこの石が落ちたんですわ。ずっと握り続けていたってことを。怖いよ。よくそんなん持ってきたな。それを私が見つけて拾ったんですの。この石の正体が何なのか私には分かりません。河合さんと真壁さんの死がこの石のせいなのかもしれません。ただ、なんとなく手放せなくて。いつか私がこの石のせいで死んでも別に構わないとまで思うのです。ちょっと毛色違くない、他の石と。さあこれで本当にこの話の終わりですわ。マザーアンジュのやつとかね、割とグッドアイテム感ありましたけどね。マサミおばさんはにっこりと微笑んだ。手に乗せた石にそっと頬を寄せる。とろりとした目の色を見ればどんなに石を大事に思っているかわかる。なんか謎の力持ってんなら魔石なんだろうな。石というよりまるで恋人のように。その時石がキラッと光った。私は目を疑った。
だってあれは光るような材質じゃないもの。どこにでもありそうな普通の灰色の石だわ。だけど、光ったのは間違いない。私にはまさみおばさんに答えたように思えた。おばさんの思いに石が反応しているんだろうか。それとも、石の方がおばさんを愛しているのだとしたら。不穏だな。まさみおばさんは若くて綺麗な女の人だもん。まさかおばさんのそばにいたくて。石が次々と持ち主を殺したなんてことは。でも可愛さも美人っていうね、話でしたよね。バカバカしい考えなのは分かっている。だけどうっとりとしたまさみおばさんの表情、あれは何かに取り憑かれたような。縛っといた方がいいんじゃない？なんかするかもしれないから。その時おばさんの声がした。陽子ちゃん、何をしているんですの？おばさんはにっこりと微笑んでいる。いつもの見慣れた顔なのになぜか危険なものを感じる。なんか牢獄とかないんですか？ぶち込もうぜ。私は胸の中の疑いを口に出せなくなってしまった。なんでもないの。私は唇を噛んだ。楽しみだな、これ。石全部集めたらどうなんだ。次の話をしなくちゃ。そうよ、今日は会談をするんだもの。逃げるんじゃないわ。1話は和子おばさんだね。1話和子おばさんで、2話はアンサーおばなんだな。じゃあちょっとこれ一応セーブしとくか。まあこのルートではね、このルートっていうか、この4周目で揃うことはないでしょうけどね。じゃあ、まだ時間あんな。ちょっと吉村先生ルート行きますか。1回河合さんが、足の霊に遭遇してしまって怖い目に遭った後、医者に相談します。これで担当の医師吉村がね登場してくると。で、吉村先生がそんな霊なんていないから大丈夫だよってね、自分が当直の時に見回っていないことを証明するから待っててやみたいなね感じでね旅立っていくんですよね。で、いざ見回り始める吉村先生でしたが、最初からビビり始めるともうちょっと怖い感じになっていると。これこの世界でね、夜見回る先生は死ぬっていうね法則がありますからね。学校あの時の桜井先生を彷彿とさせるシチュエーションですよね。で、聞こえてくんだよね。自分以外の足音が聞こえてくる。普通の靴音ではない。ピシャッピシャッ、このピシャッピシャッっていうのは水から上がってきた何かが歩いている、病院の廊下を裸足で歩いている音っていう感じなのかなと思ったんだけど、水はあのパンプスの例だとあんま関係なかったよね。こんなことありえるのかしらっていうのが最初の選択肢だね、吉村先生ルートの。で、まあありえないって言ったんだけど、ありうるとか言ってみる。あるんじゃないですか。ありうると言うんですのね。そうかしら。私にはそうとは思えないんですけれど。でも陽子ちゃんが言うのならそうかもしれないですわ。もう一つ答えてくださるかしら。それではどうして足音が前や後ろから聞こえるんだと思います。思ったより突っ込まれるな。夜の病院は音が反響する。生きているものの足音ではない。生きている亡者がいるという前提での回答か、まあ現実的なやつか。反響したんじゃん。そうでしょ。吉村先生も同じことを考えたんですわ。だから元来た方へ戻ることにしました。何もいないのを自分の目で確かめようとしたんですわね。なるほど。もし万が一何かいたとしても、まだ見ていない廊下の先にいる可能性の方が高いじゃありませんか。足元を照らし、先生は戻り出したんです。あ、いるね。ところが懐中電灯の光の輪の中に突如、青白い足が浮かび上がったんですわ。ふくらはぎから下しかない一対の足が。ひっ！先生の心臓は縮み上がりました。思わず後ろに下がった拍子に何かを踏んづけてしまった。
踏んづけるシーンはなかった気がするな。囲まれた？複数いんのか。振り向くとそこにも一対の足。いいえ、気づくといつの間にか廊下は数えきれないほどの足に埋め尽くされていたんです。うわあ、これは想像してなかったな。マジか、やべえな。足たちは少しずつ少しずつ吉村先生に近づいてきます。手のね、この感じのね、絵だったらね、非常に心に馴染む感じするんだけど、足はちょっとゾワゾワすんな。濡れた音を立てながらゆらゆらと揺れている様子は海の底にいる不思議な生き物のようでした。こんな生き物いる？海の底に。じっと見ているうちに足たちが自分を責めているような気がしてくるんです。もちろん責められる覚えはありません。それでも避難するような雰囲気が廊下に満ちています。物言わぬ青白い足たちがじりじりと迫ってきます。先生は耐えきれなくなって絶叫しました。その声は遠く離れたナースステーションまで届いたんですの。みんなが駆けつけた時、吉村先生は倒れていました。死んではいない。そして目覚めた先生は元の、なんというなんていうことだ。元の人格をなくしていた。口からよだれを流し、ヘラヘラと締まりのない笑いを浮かべて、桜井先生を彷彿とさせるな。同僚の医師の顔や自分の名前さえも覚えていないようでしたわ。どこかよその土地の病院に入院なさったと聞きましたけれど、こういう時自分の勤めてた病院には入院しないものなんですかね。それからしばらくして奇妙な話を聞きました。どうなったの？病院が建つ前、あ、ちょっと明かされるか、あの例が何なのか。あの土地には小さな工場があったんですって。もともと旧式の機械しかない上に職員も足りなかったらしいですわ。けれど経営者は作業効率のみを重視していたんですよね。職員に重労働を強制し、逃げようとすると、両膝の骨を砕いて寮に放り込んでいたそうです。これはブラックですよこれは典型的なブラック企業のやり方だな。これは許せねえ。そしてこれいつぐらいの話なのかね。そして朝から晩まで仕事をさせられたのですわね。寮といっても雨漏りするような間に合わせの小屋だったので、職員は次々と病気になりました。やがてろくに治療もされないままみんな亡くなっていったんですわ。しばらくして工場の経営者は警察に逮捕された。警察仕事してんね、ちゃんとね、この時代は。けれどそんなことくらいで死んだ人が浮かばれるものかしら。浮かばれてないんでしょうね、あの感じを見るとね。もしかしたら今でも彼らの怨念はあの場所に残っているんじゃないかしら。それにやられてしまったと、吉村先生は。それがあの足かどうかは分かりませんことよ。そもそもなぜ足だけなのかという疑問は残ったままですし。でもあの病院には何かがいるんですわ。その証拠に日が暮れてから病院内を一人で歩くことは禁じられてしまった。はあ、でも見回りとかはしてんでしょ。二人組とかでやるんですかね。私は怖くありませんけれどね。なぜです？なぜって、どんな悪霊でも私には手出ししないからですわ。私は彼らの味方、彼らの話を聞こうとするものなんですもん。あ、死者の代弁者？うふふ言わないな。皆までは言わないですね。私の話はこれで終わりですわ。次の方お願いしますわね。正雄場は死者の代弁者だからな。まあ、なんか結構思ったより変わった感じすんな。もうね、吉村先生がサクッとやられて終わりパターンしかないかなと思ってたんだけど、まあやられはやられはしてっけどね。今回もね、死んではないけど、まあじゃあ次回もね、ちょっと吉村先生にいろいろ動いてもらえますかはい、じゃあ今回はここまでということで、またね次のパートでお会いしましょう。さようなら。